アントナン・アルトーアントナン・アルトーは、フランスの俳優、詩人、小説家、演劇家。スミルナ出身のギリシャ人の両親のもと、マルセイユで生まれる。幼少に罹患した、髄膜炎の後遺症の痛みに耐えるために一生、アヘンなどの麻薬を服用し続けた。1920年頃から俳優活動を始め、またしも始める。1924年、 シュールレアリスム運動に加わるも、ブルトンと衝突。1928年、除名された。NRFC のリビエールとの交信は有名。アルフレッドジャリ劇場を創設し、身体演劇である、残酷劇を提唱。現代演劇に、絶大な影響を与える。1920年代後半には映画に関わる、仕事が続く。アベル・ガンス監督の超大作映画。 ナポレオン出演に続いて、サイレント映画の最高峰と評される、カールドライヤー監督の、サバカルルジャンヌに出演。また同じ時期に、ジェルメーヌ・デュラック監督、貝殻塗装料の脚本を書いている。1936年、アイルランド旅行中に統合失調症と診断され、精神病院に収監され、フランスに強制送還される。ジャック・ラカンの診察を受けて、 サンタンの病院に9年間収容されることになった。1946年5月、アンドレ・ブルトンら友人らの助力で退院する。後に、その当時の体験を告発した。ンゴッホを社会による自殺者で、サントブーブ賞受賞その思想は、ドゥルーズガタリア・デリダに影響を与えた。その演劇論は、ピーター・ブルックらに受け継がれる。1948年3月4日、 パリ郊外イブリーの療養所にて死去。万十一歳没。ベッドに腰掛けたまま亡くなっていた。1972年出版されたアンチオイリプスの中で、アルトーの気管なき身体という言葉が中心概念として採用された。アルトーの原文は以下の通り。人は病んでいる。歴史損ないだからだ。奴を一度裸にして、奴を蝕む。 この微生物をこそぎ落とせ。そして神よ、役立たずの機関というものをなくしてほしい。そうすれば、人は自由になれる。そしてダンスホールで踊りまくるように踊りを、もう一度教えてほしい。そこが彼の場所だ。という単語はもともとアルトーが造語した、芸術用語であったが、バーチャルリアリティの父と呼ばれるジャロン・ラニャーラにより、仮想現実を意味する言葉として援用された。 ありがとうございます。